岡田国太郎から1945年3月2日は、日本の陸軍軍人、医師、細菌学者、医学博士。1861年1月29日、大見国康軍主さん、村吉美で誕生。父は、滋賀県議会議長や、衆議院議員を務めた岡田一次郎。母は、一次郎の最初の妻、富。八尾七女の次男として誕生したが、 長男が溶接したことにより後取りとして育てられる。1877年、京同学校に入学し、ドイツ語を学んだ。1878年、東京外語学校に入学。1879年、東京大学医学部余科に入学。同年11月30日、大津町の吉田継右衛門の四女、夕うれと結婚する。 1887年7月9日、東京帝国大学以下大学となった年に卒業した。東京帝国大学卒業記念前列、左伊藤重、三人目、鈴木愛之助、右三和徳官、中列右二人目国太郎、三人目、関喜盛二郎、後列左、佐藤恒久、右二人目高畑長蔵、国太郎の母民の実家である木村家は、 滋賀県久留本郡辻村を本願地とする芋野市であるが、拠点は三河岡崎にあり、日本人で唯一のダーウィンメダルを受賞した木村元を弟で分子科学研究所名誉教授を務めた木村克美、木村家より鈴木家の養子となり、日本の二輪車立ち上げのパイオニアと呼ばれる鈴木俊三は園籍にあたる。東京帝国大学医科大学を卒業する直前、 1887年6月4日、陸軍3等軍医に任官して、陸軍省医務局に出資。同年8月18日東京鎮大陸軍、病院治療科副医官に転じ、同年11月15日陸軍と山学校府を命じられる。1889年6月24日、福岡永寿病院府となり、同11月10日、陸軍2等軍医に進級。 1890年2月24日付にて、福岡永寿病院府を免じられ、翌25日ドイツへの留学を命じられる。ドイツでは、大学の先輩で、寮生活を共にした、北里柴三郎の世話により、ロベルトコッホに支持し、細菌学、伝染病を研究した。また、ベルリンでは、教頭学校時代の恩師、ゼッケンドロフに、講師共に世話になる。 同時期に留学した後藤新平とよく行動を共にした。1892年12月4日、陸軍一等軍医に進級。1893年6月8日、日本に帰国。同6月9日付にて、陸軍軍医学校教官及び森林太郎校長の副官を命じられる。また、同年11月、岡田は小池正直、森林太郎。 菊地常三郎、平山増之助と共に、陸軍病院建築法審査委員に任じられた。1895年1月11日、新国派遣軍内の伝染病調査のため、新国に派遣される。1896年、衛生学科教科書作成に、森校長の副官として携わる。1897年10月11日、陸軍三等軍異性に進級。 また、陸軍軍医学校副官の任を解かれ、同行教官となり、合わせて陸軍衛生会議議員権、広島軍用水道不設部事務官を命じられる。1899年、当時軍医官であった小池正直が3月に授与されたのに続き、7月24日学位を授けられた。1901年11月3日、陸軍二等軍医生に進級し、 同年12月8日、台湾守備混成第二旅団司令部府県台中英寿病院病院長に転じる。1904年4月2日、軍医学校教官を命じられる。同年7月25日陸軍一等軍医生に、進級。以降、新国に派遣の五陸軍予備病院御用係を命じられ、その後軍医学校教官に服す。1904年12月、 広島予備病院御用係を命じられ、広島予備病院第四分院、伝染病患者病理試験及び最近検査主任に就任。直後より、軍医、国母恵作が院長を務める、同第三分院に、戦地機関学家患者を収容し、学家精密検査を開始した。1905年7月、広島予備病院内に、学家病調査委員会が設けられ、 岡田が委員長に、国母恵作三党軍医生、片山誠二二党軍医、日本赤十字社加報正信が、委員に任命された。十月学家調査のため法典に派遣される。岡田が、軍医学校へ、移動後軍医、国母恵作との連名で、学家病調査第一回略法にて、学家の病原菌発見が発表された。同年十二月軍医、都築仁之助も、 かっけ病原菌発見を発表し、岡田、国母両軍医が発見した菌と比較したところ、3名が発見したとする菌すべてが別物であることが判明。岡田及び続きは、かっけ病原菌発見を自己否定するに至った。森山市大閤寺境内の国太郎根流石1906年8月21日、父の病気を理由に、陸軍軍医学校教官を休職する。 その後、予備役に編入されると、郷里森山に戻り、父を看病しつつ、医院を開業。後に、弟の喫相も加わり、森山で、地域医療に従事する。1909年8月14日に発生した、姉川地震に際し、負傷者救助等の被災者支援に従事していたところ、同年10月4日、父一次郎が営民する。その後、先輩、友人より、 再三状況を促され1914年東京に戻り、同年3月神田標準傍聴の園児道病院の移植を受けない下部長として、1923年9月1日の関東大震災により病院が消失するまで民間医療に従事。以降は東京と郷里森山を往復する悠々自適の生活を送り、1944年3月森山に帰り、 翌1945年3月2日に死去。コッホ研究所での国太郎と、北里柴三郎コッホ研究所での国太郎と、後藤新平森山氏馬道一品神社の国太郎根流石桃。ありがとうございます。